どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうころです。今回なんですけども、こちら強化されたヨグソトースを使って進化されたヨグソトースを使っていこうと思います。はい、バインド7強6個無効感超つなげし、超打ち、そして超学生7強増えております。7コンボ強化が増えたことによって、まず火力がねめちゃ強くなってます。はい、7強7個持ちなんで2の7乗で倍率が、だいたい128倍になっております。はい、でさらにですね、スキルがロック解除、左足3列を光に、右足3列を火に、盤面下部に長方形に回復ドロップを生成という感じになっております。はい、ではこの生成スキルがめちゃめちゃランダムとか周回で使えそうな雰囲気しかなくて、まあ、今日はね超強化されてよく使っていこうと思います。闇ヨグもね火力は強いわ、スキルも5ターン、盤面の7コマス変化でおもろそうなんで、多分これも動画で使うと思うんですが、今日はねせっかくなんでおもろい陣持ってヨグから使っていこうと思います。ちなみに昨日は大爆睡して動画撮れませんでしたが、よろしくお願いします。一応編成紹介、ヨグに、枝豆武器継承で、ヨグに枝豆武器継承、ヨグに枝豆武器継承で枝豆生成していきます。からのハンコックスキブに、スキブ潜在に遅延2つ、そしてデッドプール武器継承からのハンコックスキブに、スキブ潜在にデッドプール武器継承、さらのフレンドセシリアです。10強上限解放に、こちらヘイスト武器継承って感じになります。はい、で初手ヨグヨグヨグ打ってあげて、ハンコック打ってヨグヨグヨグ打ってあげて、ハンコック打ってヨグヨグヨグ打って、ハンコック打ってセシリア打って終わり。強い、やっていきましょう。まあ、今日はねヨグの陣を紹介するところであるんだけど、まあ、せっかくならね火力とかに仕上げて使っていこうということでやっていきます。まず1階層からヨグ打ちます。はい、で陣はこんな感じの確定生成になります。これが強いのかどうかはわからん。ちょっともう一回見てみよっか。五条とかと比べると全然違う感じではあるよね。ただなんかある一種の選択肢になってると思う。こんな感じで。でもさ、76の場合はさ、この10-10-20なんですよね。回復生成が思ったより多かったのが残念だった。いや、これね、普通に結構ね、なんだろう、超つなげしおりの使い方期待してたんですけど、生成量めっちゃ多いから、超つなげ瞬用はできないよねって感じ。あとは、無効感組んだりは一応できるのかな。まあ、ね、一応それができるのかなって感じではあるけど。はい、20コンボで、シンプルこの遠征の火力は高い。で、ハンコック打ってあげて、4ターンヘイスト。からのヨグ打って、一回組んでみましょうか。どんな感じだろう。こうかな。これで、超1プラス、無効感含みながらの、13コンボは組めます。はい。いいですね。こっちの方が火力高いじゃん。こっちでいいわ。でもパズルめんどくせえんだよな。まあ、道中はこっちの方が楽だな。ずらして倒していきましょう。この陣がさ、打てるのはさ、確実に強くなったと思う。失礼しました。なんか本当にね、こういう陣が既存キャラで出るのはとてもいいね。なんか新キャラとかで出ると本当にゲットしに行くの大変だけど、既存キャラで出てくれる分にはまあ使いやすいから、ね、よくまあ交換に出してる人も多いと思うけど、まあ、実際持ってるとかなり強いと思う。てか最近マジでさ、交換所とかいう名目でキャラ交換できるんだけどさ、それ以上にキャラの色違い進化多すぎて、なんかもう何も交換に出しちゃダメみたいな雰囲気あるよな、マジでパズドラって。色違い進化多すぎるんだよな、マジで。しかもさ、昔はさ、キャラの進化ごとにさ、グラフィックが変わってたんだよ。グラフィックが変わってたから、そんな大量進化ってなかったんだけど、今のパズドラって、もう色違い進化っていう、まあ言うなら一部ではね、手抜き進化って言われてるような、こうなんて言うんだろう。ある意味、いい意味で言うと、キャラの実装量が増えるし、悪い意味で言うと、こうキャラが出すぎて、どうしてもね、キャラ難民の人が死ぬっていうね、のもあるんだけど、色違い進化が増えてきてはいるから、結構それによっていろんなキャラが増えてきてはいるよね。あ、マッチョ、アッパちゃーん。忘れてました。水属性の敵は無効化必須なんですけど、忘れてましたね。失礼しました。行くぜ。これ、ね、平積みなんすわ。なんで平積みかって。これでヨグを打つと、いろいろめんどくさいから。あれこれいけてるよね、軽く。多分。ちょっとごめん、わかんないけど、まあ、とりあえずこれで倒していきます。ナイス。そう。光、水の敵は、うっくし、危な。ちょ、危なすぎ。お味噌汁こぼすところだった。行ってくるよ、もし。よしよし。で、これで、また枝豆作って13、14、487倍でワンパン。だよね。ちょっと軽く危なかったかな、今。気のせい？ちょっと今軽くヒヤッてしたけど。大丈夫やんね。
OK、ここも15コンボ、16コンボで倒していきます。さあ、倒せるよね。OK、OK、OK、OK。ラストは無効感パズルよ、いつもの。あ、オルチ来たらちょっとあれなんで、GG なんで。あれですけど。こう、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 あ、危ねえ。絶対こっちの方がいい。まだ絶対こっちの方がいい。危ねえ。で、無効感含みながら、超一も含みながら、よくダブルカウントさせて、さあ、これで倒していきましょうという感じのね、使い方ができます。まあ、あくまでこれは一例であって、なんて言うんだろう。これが、なんて言うんだろう。最強ってわけではない。あくまで本当にね、本当に、本当に一例。いかがでしょうか。え、いかがでしょうかってみんなに投げやりにするのはダメですか。でもね、分かってほしいんですよ。なんでまあ僕がね、このわざわざ用具を紹介する動画を撮ってるか、もう皆さんなら分かってくれると思うんです多分。なぜなら俺の勝者優秀だから。問題です。ででん、ユーコロはなぜこの動画を撮っているでしょうか。ででん、正解はですね、ネタ切れだからですね。正解した方おめでとうございます。なのでこういう使い道ができるというね、紹介動画を撮っております。え、この指短かった。あれ、この指短かったっけ。最初のをずらしてたから気づかなかったわ。あ、この先生指5秒か、これ。あ、5秒なんだ。最初の方さ、ずらしパズルしてるから全く気づかなかった。なんかいい方法ないかな。強い配置とかあればいいのにね。これで枝豆作りながら7コンボ組んでいくみたいな。無効感だから枝豆作れないしな。あ、でもそっか、そもそも4コンボ加算があるから、7コンボまでは普通に確定で入るんだ。あ、でもやっぱ10コンボ組むとなれば、盤面6コンボ必要だから、やっぱこの配置だよね。これが一番強い。これで4コンボ加算の、これでも9コンボか。あー、じゃあ難しいところがあるね、実際。やっぱ一番安定するのはずらしか、この運用か。まあ、なんかこれは本当にいろんな配置ができそう。こういう新しいタイプの陣って大抵使われることが多いから、このヨグソトースも例外ではなくて、何かしらランダムとか周回編成とかで使える可能性は十分あるのかなって思う。まあ、ここら辺もね、めちゃめちゃ期待はしていきたいですね。はい、まあ、という感じがね、ヨグソトースの、新しい進化情報となっております。はい、いかがでしょうか。まあ実はこのキャラ武器もあってね、この武器運用もできるので、間違いなく武器とかでは使える可能性あるのかなと思う。結構ね、期待値高いキャラではあるんで、これから使える可能性あるかなと思うんで、よく持ってる人はね、ちょっと交換の弾とかに出さずにね、一旦温存しておくことを推奨しておきます。はい、まあという感じで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。こうしたいとぜ。